新型インフルエンザのワクチンを接種した医療従事者2万人のうち比較的重い副作用が4人に確認されたことが分かりました。新型用のワクチン接種は今週から医療従事者に対し始まりました。厚生労働省がこのうちおよそ2万2000人を対象に接種後の副作用の調査を行ったところ、意識レベルの低下や嘔吐発熱など比較的重い副作用が20代の女性4人に確認されました。現在4人とも回復に向かっています。厚生労働省はワクチンとの因果関係を詳しく調べています。一方、先週1週間に新たに新型インフルエンザに感染した人の数は推定で83万人に上ることが分かりました。鳥取県を除く46都道府県で流行が拡大していて、このうち12都道府県では1医療機関あたりの患者数が30人を超える警報レベルに達しています。